シェフは俺だ。田所めぐみ、クビだ。取り消してくんないっすか。何考えてんだ編入生のやつ。相手は卒業生。前例がないわけじゃない。悪いが勝負を受ける気はないんでね。なかなか面白いことになっているようだな、篠宮。堂島さん。うん、なるほど。これなら合格にしてあげてもいいでしょ、篠宮先輩の頑固者。この課題は俺に一任されてるはずだぜ。だが少なくとも彼女は状況に対処しようとしたんだろう。ね、なんとこれで同票だ。のっぴきならんな。こいつら。今日午後の課題を全て消化した後。なんで俺がそんな茶番を。受けろ篠宮。お前が勝てば彼女の退学は取り下げようというわけだ。後で別館の地下を訪ねて。とりあえずは午後の課題もしっかり頑張ろうぜ、田所。ほっとけばよかったべさ。お前たまに方言出る時あるよな。それいつ言うこと。なんて謝ったらいいか。別に俺が勝手にやったことだし、田所はこんなところで落ちていいやつじゃないからだ。おかしいな、めぐみなんかあったのかな。同じ課題を受けたやつに聞いてみっか。そうだ、ゆきひらが一緒なんじゃないの。嫌な予感しかしない。その地下1階厨房、ここなら邪魔は入らない。どうして卒業生の皆さんが。審査員として来てもらった。シャペール先生に知れたらどうなりますかな。怒られるだろうな。今日の課題で余った野菜類、これを使った料理をお題とする。それで相馬くんが退学になるなんて絶対に嫌だ。せめて幸平はサブとしてサポートに回れ。それでは直撃海鮮だ。君の料理で勝ち、田所が生き延びたとしよう。それが何になる。己の価値はその腕で証明しなければならない。ここに残る人材か否か。憎たらしい言い方。私のめぐみちゃん、あんな陰湿男に負けるな。うるせえ。美食の激戦区パリで店を開いている料理人、頭の中が真っ白。お前はあくまでスーシェフ、副料理長だからな。降りるわけないでしょ、俺は料理人っすよ。やっぱり私はダメなんだ。緊張をほぐす裏技だ。一人じゃできねえのが難点だけどな。篠宮シェフが作るのは本場で磨かれたフランス料理なんだよ。相手が何を作るかとかそういうことは一旦忘れろ。余計なことは考えんな。田所らしい料理を作りゃいいんだ。料理を食ってからにしてくれます。かもしれない。卒業生と直撃。ああ、田所と同じ組のやつが言ってた。面白い。本当？本当に？食事処幸平の2番手張ってた男だぜ。俺の経験全部つぎ込んでお前を支える。よっしゃ、やりますか田所シェフ。はい。食事どころのどころと遠くに置いてこい。なんで。自分の料理に集中するんだ。今は私がシェフなんだから。筋も全部取っといた。次、鶏レバーと背脂の処理。ちなみに野菜のソテーはあと12秒でできる。ありがとう。すごい、私一人で調理するより何倍も早く動けているような。田所も邪魔にならないよう神経を張り巡らせている。何、あの動きはありえない。どう見たって盛り付けに入ります。おや、一体どんなすごい品が出てくるんだろう。シューファルシ、これは少し意外なメニューですね。定番料理だけど、なんか拍子抜けって感じですね。では
メラビリオート森歌けとアスパラガス、そしてフォアグラ。このムースが舌にねっとりと絡みつき、その瞬間ふわりと溶けて、生では青臭さが強いが、下茹でバフール蒸し上げ、そうして生み出された繊細な甘みが味全体の品位を高めている。篠宮は当月卒業と同時に単身フランスへ渡り、すなわち野菜に新しい光を当てた篠宮の料理はこう称えるようになった。レギュムの魔術師と高級レストランで出せるレベルまで押し上げている。ふわりと溶ける鶏肉のムースと魔法、そうマッサージ。魔法魔法、堪能しました。さすがおしのみやさん。へえ、そいつは気の毒だ。しかし意外だったな、しのみや。相手はまだ学生ですよ。看板料理を出すなんて。パリの一等地に店を構え戦い続ける新進気鋭のシェフ。では田所、幸平、君らのサーブを。えっ、田所。自分の精一杯の力を出し切った料理。大丈夫だ。行け。ん？テリーヌ。うまい。うん。うん。よくこの仕事量をあの時間内でこなしたものだ。さすがに種類、テリーのすだちやしそで食べさせるなんて、これ面白い発想だね。すだちとじんわり甘いトマトもいい相性。うん、この彩り鮮やかなストライプがドライトマトを使っているな。あ、はい、私の田舎ではお母さん、母に教わりました。半分に切ったプチトマトに、トマトには旨味成分の一つグルタミン酸が含まれている。新鮮な野菜の生きたうまさを味わう料理だったが、このルセットに込められたのは野菜にアプローチしている。心に染み入るような味。自然の恵みをささやかに与えてくれるレギュームのカルパコ。いや、あるいは雪深き土地から野菜の恵みを届けにやってきた不均衡だと思うが。つかなんで妖怪系ばっかりなの。カルパコ。座敷わらし。美味しいって言ってくれた。このコインが票代わりだ。審査員3名に1枚ずつ。今までの私は退学を怖がってただ逃げ回ってただけだった。まだ終わりたくないです。よろしく。寮でも田所と一緒とはな。よかった、相馬くんと一緒だよ。お粗末様。篠宮の圧勝というところだな。ダメだった。あんないい料理作ったんだからよ。そんな。かかるぜ田所。俺を誰だと思ってんだ。私のせいで相馬くんまで、ごめんなさい。俺の経験全部つぎ込んでお前を支える。んじゃ明日も早いし俺は失礼する。勝負はもうついたはずですが、それは何の真似でしょう。そっちの料理を評価するだって。本当にわからないか。その中に答えはあるぞ。停滞しているな。ひなこ、寂しいのはわかるけど、もう泣かないで。でも本気なのね。ああ、本場で磨かれなきゃ俺の料理は完成しねえ。ちのみやさんならきっと。だけど先輩愛想ないから絶対友達とかできないです。それは想像を絶する苦難の道だ。6年間の修行を経て、有名店がしのぎを削る美食の一等地、店を開けたことで舞い上がっていたのかもしれない。ソースのルセットを変えたのは。パリではこちらの方が好まれますよ。聞こえるぞ。よそ者への反発、若すぎるシェフへの嫉妬、店の経営は傾いていった。こんなところでついえる。ルセット通り最後にミロワールして仕上げろ。俺のルセットは崩させない。ウィシェフ。
張り詰めて。まさしく魔術級の仕事、魔術師、エギブの魔術師だ。勲章を得た今、次にどこへ向かえばいいかわからなくなっていること、自分の料理が止まってることを俺たちに知られたくなかったからだろう。黙れ。なんでそんなこと。さあ、ひれが甘え。なのに、なのに、なぜ冷た心をほどいていくようなこの味は。どうせまた友達とつまらん意地ば張っとったんやろ。ふん、誤解されやすかばって。本当は優しか子やってお母さん分かっとるけんね。見てみー、虹の出とうばい。綺麗かねえ小次郎。おいノロマ。はい。パテに仕込んだ香辛料、クローブ、ナツメグなどの香りを合わせ持つ香辛料だから。だからオールスパイスには消化促進の効果もあるから。やはり僕たちの見る目は正しかったようだね。そんな料理だったな。田所君は勝負の場であっても堂島さんの手のひらの上だったってわけか。一人きりで料理を。私が預からせてもらいますよ。君の処遇は職撃開始前のままということだが。ま、一日でも長く生き延びるよう努力するんだな。まったく素直じゃないですね。ごめんなさい。その強力な武器をこれからも塔付きで大事に磨いてゆきたまえ。よかったな、田所。篠宮は上だけを見るあまり不必要と思うものを残さず削ぎ落とした。あらゆるところから吸収しようとする貪欲さこそが不可欠なのだ。堂島さんは教育者ですな。買いかぶりだな。地下で電波届かなかったからな。早く戻って顔見せてやれよ。私この恩を絶対に忘れません。みんな心配してる。負けた。雪平相馬ただ一人が本気で勝つつもりでいた。若き日の篠宮のように。